歌天皇、歌天皇、歌天皇、867年6月10日、上元9年5月5日から931年9月3日、上平元年7月19日は、日本の第59代天皇、在位、887年9月17日、任羅3年8月26日から897年8月4日、官票9年73日、意縄定み、 後の佐々木氏などに代表される歌源氏の祖先にあたる天皇である、詳細は、巫子女,女の乱三章。高皇天皇の第七巫子であり、母は、関武天皇の巫子中野親王の娘、皇太后藩史上であった。父皇皇天皇は即位後に、関白、藤原元常の妹、藤原孝子の子であり、養精天皇の弟であった、帝保親皇をはばかり、元行八年。 八百八十四年六月に二十六人の未工場親戚降下させて源氏とした。帝政王もその一人であり、源の定みと称した。養成天皇に王子銃として使えていたとき、天井の間の小椅子の前で、有原の成平と相撲を取り、二人の体が椅子にぶつかったため、手すりが折れたという話が残っている。任は三年、八十七年には、 皇后天皇が渋滞に陥ったが、後継を指名しなかった。実力者の元常は、天皇の内位が、帝保神皇ではなく、帝政にあるとした。元常は、非常に仲の悪い妹、藤原孝子の子であり、養精天皇の弟である、帝保神皇は避けたいこともあり、蝶儀は一結した。帝政は、元常のいぼ妹である正治、藤原敏子の勇士であり、 高級に強い影響力を持っていた都子が帝政を熱心に推薦したことも大きかった。帝政は8月25日に皇族に復帰して、新王宣言を受け、翌26日に皇太子に立てられた。しかし、元常自身は特に帝政を気に入っていたわけではなかった。また、帝政には同母兄の源のただ支忠がおり、兄を差し置いて弟が立つという問題もあったため、 元常以下の軍心の上表による推薦を天皇が受け入れて立大使を行うという形が取られた。立大使したその日のうちに、皇后天皇が報じたため戦争し、11月17日に即位した。宇田は即位後間もない11月21日に元常に再び関白としての役割を果たすよう直書を送った。しかしこの手続きの際に、左大弁。 立花の広師匠の寄贈した、よろしく阿この任をもって、今日の任とせよの文言に京が立腹し、政務を拒んで辞邸に引きこもってしまう。翌年6月になって宇田はついに折れ、直所を取り消した上に構想を開館せざるを得なかった。官票三年891年1月に、元常が死去するに及んで、ようやく申請を開始することができた。なお宇田が直眼寺として、 忍名寺を建立したのはこの湖事件の最中の人名4年のことである。天皇は元告の着子時平を賛議にする一方で、源義有など、源氏や菅原道真、藤原康則といった藤原北家着流から離れた人物も抜擢した。この期間には、検討士の停止、諸国への門民区氏の派遣、昇殿制の開始、日本三代実録、 類似国史の編纂、官庁の統廃合などが行われた。また文化面でも官表を解き、聞く合わせや官表を解き、記載の宮や歌合わせなどを行い、これらが多くの歌人を生み出す契機となった。宇田は官表9年7月3日、897年8月4日に突然交代し厚人新王を元服させ、即日上位し、大乗天皇となる。この宇田の 突然の上位は、かつては仏道に先進するためと考えるのが主流だったが、近年では、藤原氏からの政治的自由を確保するためこれを行った、あるいは前の皇統に連なる皇族から、皇位継承の要求が出る前に実施に上位して、己の皇統の正当性を示したなどとも考えられている、術の大鏡にある、養成条項の言が、その暗示と考えられている。 上位にあたって書かれた、官票御遺会には、右大臣源、吉有の死に強い衝撃を受けたことが書かれており、これを上位と結びつける見方もある。新たに即位した大醐には、自らの同母妹、ためこない王を正否に立て、藤原北家着流が外籍となることを防ごうとした。また、上位直前の字幕で、菅原道真を県大納言に任じ、大納言で、 大上官最上席だった、時平の自席とした上で、時平と道真の双方に内乱を命じ、調整を二人で牽引するよう命じた。しかしこの人事は、検問の区議には不評で、苦業が職務を拒むという事件に発展した。道真は、歌に願ってかかる苦業らに出資を命じてもらい、ようやく申請がスタートした。宇田は上位後も、道真の後ろ盾となり、 時平の独創を防ごうとしていたが、一方で仏像に熱中し始めた。正体二年、八百九十九年十月二十四日には、出家し、当時で受会した後、忍那寺に入って、法王となった。さらに、高野さん、比叡さん、熊野散山に、しばしば参詣し、道真の援助を十分に行えなくなった。正体四年、九百一年正月、道真は、宇だの子で、 自らの婿でもある、時代親王を好意につけようとしていたという権威で、太財府へ左遷された。この知らせを受けた宇田は急遽代理に向かったが、宮門は固く閉ざされ、その中で道根の処分は決定してしまった。日本史学者の川内昌介は、宇田は事故の行頭の安定のために、醍醐の交代し決定へ急ぎ、結果的に当時男子のいなかった醍醐の後継をその、 弟から出すことを考えるようになった。加えて大醐が許した、元常の娘、藤原恩師の受大にも反対したために、これに反発した大醐が時平と測って、法王の代弁者とみなされた道真を失脚させたという説を提示している。それでも晩年には、病気がちの醍醐天皇に代わって、実際の政務を見ていた可能性もあると考えられている。縁起元年。 正体四年を、開元十二月十三日、宇田は当時で伝望勘定を受けて、新言宗のアジャリとなった。これによって宇田は、弟子の僧侶を取って、勘定を授ける資格を得た。宇田の弟子になった僧侶は、彼の推挙によって、朝廷の法営に参加し、天台宗に比べ気白であった、新言宗と朝廷との関係強化や、地位の向上に資した。そして新の発言力の高まりは、 宇田の朝廷への影響力を回復させる足がかりになったとされる。演技21年、921年10月27日に、大醐から新言集を開いた空海に、工房大使の死紋が送られていが、この件に関する宇田の直接関与の証拠はないものの、大醐の直には、大情報王、宇田が空海を追憶していることを理由に挙げている。演技13年3月13日、 913年4月22日には五院の停止院で大掛かりな歌合わせ、停止院歌合わせを開いた。これは、国風文化の成功の流れを後押しするものとなった。演技11年、911年6月15日、停止院の水角を開いた時、真から主語を選んで縁に招き、酒を賜り、酒量を競わせた。停止院主合戦。 上平元年7月19日、931年9月3日に放御。放3 65日記に歌天皇魚記がある。妖精上皇との関係は微妙だった。宇多は行為につく前に妖精に仕えており、神社行幸の際には舞を命じられたこともあった。大鏡には妖精が多のことを、あれはかつて私に仕えていたものではないかと言ったという。 逸話が残っているが、妖精が福井を格作しているという風説は、歌を悩ませた。法演年間に書かれた、長周期、法苑元年6月7日条によれば、妖精上皇が、歌天皇の代理に勝手に押し入ろうとしたために、上皇といえども直挙なく、代理に入ることはまかりならないとこれを知りけが、後に、正体の変が起きた際には、 第五天皇に菅原道真の左遷を止めさせようとして代理に入ろうとした歌上皇自身がこの洗礼を立てに、それを阻まれたという記載がある。ただし、歌上皇が代理に入るのを拒まれたのは、楠子の変の教訓から成立した原則によるもので、妖精、歌量上皇のケースは、この原則に基づいたものとする考えもある。歌天皇の若年時からの妻は、 藤原因子、立花のよし子などで、歌天皇が親戚降下し、源氏となっていた頃に生まれた、第一王子、厚人親王、後の第五天皇、第二王子聖中親王、第三王子時代親王は、単動期は、源氏であった。女王藤原敦子は、関白、藤原元常の女で、歌天皇即位後に受代した。女王藤原陰子が病没後、 皇太子、厚人新郎の養母となり、第五天皇即位に伴い、皇太友人となる。晩年は、東、七条宮、帝子院に住んだため、東七条公、七条公とも呼ばれた。立花の吉子諸世の時与新郎は、菅原道真の女を妻としたことから、後年、菅原道真の布告に際してその名が取り沙汰された。また子、菅原弘氏は、 道真の女である。歌天皇の孫は、ほとんどが、源氏の姓を賜り、親戚降下した。歌天皇から出た源氏を、宇多源氏と言い,い、厚み神皇から出た系列が最も栄えた。厚み神皇の子、源正信は、左大臣を務め、その娘、智子は、藤原道長の正室となり、一条天皇中宮の、秋子や関白、寄り道の母となった。 朝廷貴族としての地位を維持した子孫としては、公家の庭家や綾野公寺家、共に、うりん家などがあり、また正信から大海に土着した武家の佐々木氏が出ている。山和物語において、歌天皇は、帝臣、厚喜び神皇は古式武教の宮、頼子内神皇は女子の御子、誠しない神皇は桂の御子として、それぞれ登場する。 通説では上位後の在所の名称より、歌天皇と追合されたと言われているが、実際の居宅は、忍羅寺、帝子院、六条院を主としていたという、歌院は、元は、父の高校天皇の新郎時代の邸宅で、歌天皇はここで成長したからだという説もある。また、官票法王、帝寺の院、須雀院大乗天皇などの名称でも呼ばれた。天神演技。 日蔵夢の木では、万徳保守典という神になったという。別称日本混合格大王、日本混合座王、日本蔵本。日本大上位特典となった、菅原道真を威ぶし、その眷属が暴れ回るのを、座王菩薩、八万大菩薩と共に食い止めているという。三笹岩、宮内庁により、京都府京都市右京区鳴滝歌の谷にある、大口山陵。 大内山の三笹に自上されている。宮内頂上の形式は、片球。火葬後、重骨のことがないまま土を覆って、領とされた。所在は早く失われ、江戸時代末になって、現在の大内山領に自上された。また皇居では、高齢殿、宮中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。 京都市バスで、歌の方面のバスの系統番号は59大天皇と同じ番号、59系統である。5おさむき。